これね、何がいいってね、これ2本入ったんですよ、ここに。自分で入れてたんですよ、前は。2本というか1本、はい、曲がっちゃうんですよね。それ でボールはもう最初から印刷されてるんですよ、キャラウェイのボールだから。ホールがここにあるそうじゃないですか、はい、でここに向かってボールをこうやればまっすぐ構えられるわけですよ。あとはもうこう構えればもうボールもフェースもターゲットにまっすぐになる。これ上田桃子さんが絶賛してました。すごいブレないっつってこのパターンにしてからはもう入りますね。これシャフトはね、こうカーボンなんですよ。ここがスチールなんですけどね、あのここのカーボンにしてこのシャフトを軽くした分、その重さをこっちとこっちに分けて入りました。ええ、こっちも重いけどもヘッドも手元も重いから、うわ、そう、これがねもう最高ですね。11って出たんですよ今度、だから困ってるんですよね。